皆さんこんにちは。太田南 FC の石井です。ミルクカップを開催していただいた関係者の方々には大変感謝しております。今は緊急事態宣言中ですので、チームの活動は自粛しております。私も時間が空きましたので家庭菜園を始めました。野菜を作ることの難しさを学び、環境に応じて自分を変えることが大切だと思います。子どもたちにも環境に応じて自分を変えることの大切さをサッカーを通じて教えたいと思います。各チームの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。